きます。あ、トーマさんいるじゃん、そこに。トーマさん、テルルさんと合流しておいてください。先方はアダムさんです。テルルさんもう一回手を挙げて。はい、テルルさん大将、トーマさん、中堅、アダムさん先方です。 F1 台で羽生さんのチームとなりますんでお願いします。とりあえずすぐに対戦するのはこの、あ、俺？了解、了解、了解。それでは次にすぐに対戦しないチームの呼び出しをします。太郎さん大丈夫？はーい。すぐに対戦しないチームですね。石丸先生がちょっと出れなくなってしまったので、代わりに僕は出ます。ニートエルフェルト大将に、NT ジョニー一方レオのチームになります。NT さん一方さん。はーい。どうも、同じチームになりますんでよろしくお願いします。僕はずっとこの辺にいます。次。対戦相手、アツシさんのミリアを対象に、松さんのレオとエルニアさんの回になります。アツシさん、松さん、エルニアさん、3人揃っていますね。はい、じゃあお願いします。あ、NT さんと一方さんもできるだけ同じあたりにいていただけると助かります。大丈夫かな？あとは最後に、ぶっぷんこさんのミリアを対象に、ジューシマスさんのジョニーと福さんのアクセルになりますね。ぶっぷんこさんがいて、ジューシマスさんと福さん、ジューシマスさんがここにいます。福さんがここにいます。はい。じゃあ、ここ、顔合わせだけお願いします。とりあえず以上かな。中級者台に関しては以上になります。あ、そうだ、ごめんなさい、忘れてました。むっくんさん、むっくんさん、あ、いた。むっくんさんね、こちらの、KSG さんと、あと、なぎさんですね、のチームになります。さて、A 番台は、初級者大会、今回参加者4人ということで、ちょっといつもよりだいぶ少なくなってしまいましたが、まあ、頑張っていきましょう。とりあえずね、A 番台、ズさんのエルフェルトと、翔花さんのジャックをですね、お願いします。ズさんと翔花さん。お二人いらっしゃるかな？ズさんと翔花さん。あ、いた。こちら A 番台までお願いします。1P、2P を決めて、ボタン、着席してボタンを押さずにお待ちください。なんと初級者大会は、4人だけど、まあ、試合数を、こなしつつ、一応トーナメントという形式を取るそうです。ただまあ負けてもありますし、対戦数、対戦はしっかりできるようにしていこうかと思っております。アダムさんはね、トーマさんのところ、あそこ。あれ？アダムさんちなみに G 番台って変えたの？俺の代わり？NT さん一歩さん、ごめんなさい、新しいチームメイトが現れましたので、こちら中山さんですね。中山さんのジョニーが対象になります。はい、よろしくお願いします。中山さんちょっと顔怖いけどいい人なんで大丈夫です。ニートから中山さんに変わってちょっと和らいだ感じはしますけどね。さあ行きますか。 OK、 A 番台はまあ最低でもね、2試合を行いますんでよろしくお願いいたします。はい、それでは9月23日水曜初中級者大会始めていきたいと思いますので、皆さんそれぞれスタートボタンを押して始めてください。本日ちょっとで、ね、初級少ないんですけどもやっていきたいと思います。ではどうぞ。さ
さあ、水曜の初中級者大会、ジャムが出る場合の最後の初中級者大会ということですが、まあ、やっぱね、中級者大会に関しましては人数がかなり多いので、負けトーナメント行ったらもう1試合しかありません。ルーザーズ1試合のみで、ここから先が結構大事なんで頭に入れといてほしいのが、来月のですね、水曜、じゃないです、来月の新人戦、三河新人戦の、タイトルがですね、いつもはシングル戦を行っていたんですけども、次回はなんと団体戦 3-on-3 となっておりますので、ぜひね、この機会で交流を持って、来週じゃないよ、来月ね、チーム組んで頑張ってみてください。まあレディースの方もね、何人かいらっしゃいますし、レディース同士でチームを組むとか、そういうのもね、大事だと思います。まあ、そこに、男が入ってもいいんですけどね、頑張ってください。さあ、初級級者大会、なんとか、滑り込みで4人になってなんとか開催できました初級者大会。まあ、最近、まあ、なんでこんなに初級者大会の初級者の人数が少ないのかと言いますと、新作になって、非常に新規で始めますという方が増えました。なので前作初級にいた人たちはほとんど中級の方に上げております。で、中級の方でもね、細かく、実力を、分けておりまして、中級の、先方枠とかね、そんな感じで中級の中でも、同じぐらいの実力の人を対戦できるように、組み合わせの方を作っております。まあ、土曜日はね、いつもやってたんだけど、水曜もそういうことをするようになりました。ありがとうございます。初参加の人だけはね、ちょっとね、読めないんですけども、もう2回3回参加していただければ、もうある程度実力はこちらの方で、把握できるんでね、たくさん参加してくれればそれだけこちらの助けにもなります。よろしくお願いします。さあ、画面欲しい。さーて、ズさんのエルフェルト対、ショーカさんのジャックコーですね。まあ、お互いにそこそここうやって動けてはいるんですけども、もう最後はね、システムをうまく使ってきました。タメブリッツ、最初このタメブリッツね、とりあえず振ってるだけが結構強いんでね、ぜひ皆さん置いてってください。はい、あ、ゲームオンない。あるっしょ。しずくさんのジャック対アイさんのミリア。EXE でいいの？ EXE さんで、じゃあ分かんないけど、そっちで行きましょう。選ばないで、よろしくお願いいたします。音鳴ってるよね、大丈夫だよね。鳴ってる。さて、A バンダイ初級者大会2回戦となっております。よろしくお願いいたします。マジでやった。じゃあやろう。やると30分ぐらい増える。3決定戦にしようか。じゃあ今日は、祝日だから、中級者大会 3-on-3 負けトーナメント作ります。なんで、負けても2試合で終わりません。ただし優勝はないです。3位決定戦として、負けトーナメントを作りますので頑張ってください。まあ、銃とりあえず、緊急用で置いておきます。さて、ジャック対、ミリアですね。ミリアジャックですが、どうですかね。とりあえず家をね、壊したい。壊せばね、とりあえずレベルが上がらないんで、非常に、サーバントに邪魔をされるということも少なくなるとは思うんですが、あんまり家ばっかり切り取られてると、そこに対してジャック王が攻撃を仕掛けていることはありますね。あれ、音がないってこれ前のコメントから誰だよこれ、まあ、コメント上げたやつ、ごめん、30分ぐらい前のコメントに対してコメントしてました。味方のパソコンでね、コメント気になる人分かると思うんですけど、勝手に
皆さん、シンクバー開けたりしないでください。開けたとしても戻してください。お願いします。なんかおかしいなぁと、なんかデモンの話してるし、あれと思ってびっくりしましたね。さあ、マイケンに対して 2D の昇竜拳、これゲージを使っての昇竜拳ですね。で、弱王の特徴としてはこのサーバントが出てくるゴーストという家なんですけど、その上にいるとゲージがモリモリ増えます。ああ、 6D ドーンからコマ投げ、ピョーンと投げて、エンゲスからジャンプハイ、パチ K がちょっと上に蹴り上げるので、エンゲスがちょっと横にシュッとキックした感じですね、これですね。で、エンゲスファンハイスラと当たるとつながるらしい。おお、投げて、画面端、かっこいいフリーザーのポーズ、走っていく、こんなに重そうなデッキをつけているんですけども、まあ、その動きからは重さを感じさせない、すごい助かりたっていう。さあ、ウィンガーは、いや、立ってしまいました、レベルアップ。なんだ、何が起きているんだ、しっかりコンボを決めたと思いきや、投げられて、ここは、なんか 2K だかなんか、結構投げられやすいとか聞いたことありますね。今回はですね、ランクですね、中級はですね、まあ、15段が目安になるんじゃないかなみたいな話を聞きますね。15段からは前回と同じように、段位を上げる必要があるみたいな。15段までは結構ポンポンポンと上がるんで、10段から15段でとりあえず壁が一つある気がしますね。15段に行く人も中級の、対象枠も張れるような人なんじゃないかなと思います。さあ、何を決め、あの次が失敗、全部ケース。これあれですね、ゴーストの上で、ね、技振ってると相手に当たってるのか当たってないのか全く分からんんですけども、なるべく確認していきたいところ。そして最後に立っているのはジャック王、おめでとうございます。雨持ってないの？はい、まずは負けトーナメントの方いきます。バンダイ、EXE さんのミリア対ショーカーさんのジャック王ですね。はい、よろしくお願いします。バンダイ、現在初級者大会となっております。どっちが幸せかわかる？答えなんてないわ。ただこれに対してリスクの計算を始める人はこうだと思う。難しい顔ばかりしてると幸せが逃げちゃうよって話。最近の、水曜初中級者大会はですね、ツイプラというエビエント告知&出血確認サイトを使ってですね、事前エントリーの方を行っております。事前エントリーの方に、登録していただけますと非常に、大会の運営がしやすくなりますので、ツイッターやってる人はですね、ぜひ、俺のツイッターフォローしなくてもいいですけども、毎週水曜日、お昼までには大体この事前エントリーのページを作成しておりますので、見て、エントリーしていただけると助かります。でね、会場についても、そのツイプラの方にエントリーしていただけると、もうエントリーした時点でこちらのエントリー用紙に俺の方で書き込みますので、すごい楽になります。なのでちょっと会場に到着しても、ツイッターの方でね、エントリーの方よろしくお願いいたします。はい、あとはコメントで何時に到着するかとも書いていただけるとね、それがそのまま反映されますんで、よろしくお願いします。そう、当日でキャンセルされた方が楽っちゃ楽ですね。まあなかなか10月の大会の事前エントリーも早めにやろうと思うんですけども、2ヶ月ぐらいから前やってもあんまり増えないんで、セキュリティはちょっとね、ちょっとこう事前エントリーに特定もつけようかなと思っております。よろしくお願いいたします。さあ、シークレットガーデン、やばい、サーバント皆殺しだ。さて、今日もですね、これ、いいと、これ、
適当にパッと持っていいよ。パッと持っていい。あ、それ、あの、これ持ち上げていい。はい、ミカマスで全部配ったかなと思ったんですけど、ベビースターラーメン、コンソメです。まだ8箱ありました。まだ8箱あるんですけど、事務所にあと3箱ぐらいあるんで、初中級者体験に参加してる人、そして遊びに来てる人で欲しい方いらっしゃいましたらね、てか初中級者体験に出てる人は後で俺からもうみんなに渡すんで、持ってってください。24個入りが8個となっております。よろしくお願いいたします。美味しいね、これね。まあ、付き合いがあるんですよね、ゲームセンターにね。はい、ポン。さて、メディアはやっぱね、針を投げつけていきたいんですけども、針を投げた後にね、回収がうまくできないとね、もう投げれなくなってしまいますので、回収も当たらなかった時はコンボは誰も取りそうになるなって時はなんか回収するといいかもしれませんね、最初はね。 B 番台終わり。勝ったのは、ポロポックリさんのチーム、おめでとうございます。それでは続きまして、 B 番台連戦で中山ジョニー、 NT ジョニー、一歩さんのレオ対、アツシメリア、松レオ、エルニア、カイチーム、 B 番台でお願いいたします。あなたとの戦いは不快だわ。で、A 番台はズさんのエルフェルト対しずくさんのジャックオーですね。 A 番台お願いします。アダムチーム連戦で、ぶっぷんこさんのミリアのチームと F 番台で試合の方をお願いいたします。はい、じゃあスタートボタン押してやってみてください。バンダイ、なにこれ、さあ、それでは参ります。こちら勝ちますと、優勝となりますね。本日4人なんで2回勝てば優勝ですね。さあ、しずくさんのジャック対、ズさんのエルフェルトですね。さあ、ジャンプリーをまず打っていきます。クロックアップ速くなります。ジャン S ハイ落としてパインを投げたところに 2D 昇竜拳で割っていく。足毛から手で取って、さあ追いかける、ダメ足。ジャンハイから 6D 捕まえてダメ足。これで飛び道具は無効化することはできますが、パインとか楽かな。さあ、ジャンプ D 吹っ飛ばして 2S 耐久、これはうまいが、ちょっと浮きは難しい。ラスナンセもついていたので、ね、かなり拾いに悩んだでしょう。うん、オッケー、いい、いい。 C 番台、水瀬チーム対羽縄チーム、 C 番台でお願いします。なんだ、何が勝ってんだ、分かんない、見えない、何が起こったのか分からない。さあ、こちら負けトーナメントですね。水瀬さんのチームと羽縄さんのチーム、これは負けてしまいますと終了となりますが、勝てば、あと何試合かあります。頑張ってください。でね、今日は制限台は大会区から用意いたします。で、結構この人数このペースだと早く終わりそうなので、まあ最低でもね2時間半は遊べられるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。
さあブライダルエクスプレス、さあここで2位返していきます。クロックアップ早くなって、パインはね現在無敵なんでガンガン走っていきますが、おお、あ、太郎さん OK です、大丈夫です。じゃあ D バンダイランズチーム対アクローマチーム ABCD バンダイでお願いします。L のカシアイスラで家に当たったらやばいんじゃない、当たんないでしょさすがに。さあかわいいかわいいサーバントが打ち抜かれてしまった。さあ S ハイ落として、あー崩して、ここでショット。さあお互いに自分のキャラの強みをね押し付けていければといったところですが、このジャックはもう今かなり家がすくすく育ってきておりますので、とりあえずサーバント出しつつボコボコ投げていきたい。2ハイスラからジャンプハイスラのめくり、これがかなり判定も強く頼れますね。さあしかしね、下にはサーマント、サーマント打ってチャンス、エンエス、ブライドエクスプレス、何が起こっているのか分からん。とりあえずあのかなり槍に刺されていた。アカルバトスパインを投げたところに3ハイスラー、勝ったのはしずくさんのジャックオとなります。おめでとうございます。これでですね、初級者体験本日は、トーナメント形式でしたのでこれで終了となりますが、どうしましょうかね。本来であればね、これで多分制限なんか 1台開くんですけども、ちょっと今はね開かないので、とりあえず優勝おめでとうございましたで A 番内を中級者大会用の設定に今から変更したいと思います。まあ今日はね祝日ということで、祝日最終日ということであんまり人数が、まあ、いないとはいえ、まあ、40人50人近くはいたんですけども、初級はちょっと少なかったですね。来週はもうジャムが出てますし、多分初級の方も、まあ、何か増えるんじゃないかなと思ってますんで、ぜひ来週もご参加ください。というわけで初級者大会の方はこれにて終了となります。この後は中級者大会 3-on-3 大会を A 番台でお送りしたいと思います。お疲れ様でした。じゃあ A 番台適当に設定変えていきますが、 A 番台どこで行こっかな。 A 番台ドラチップチーム対タローポシャムキンチーム、 A 番台設定変えたら来てください。番台を呼び出しいたします。 A、B、C、D、E の E 番台、ホロポックリ会チーム対 KSG ポチャムキンチーム、 E 番台でお願いいたします。さあ、ここから、中級者大会となります。現在、初級者大会に参加した人たちはですね、次 B 番台が大会試合が終わりましたら B 番台を制限台として開放いたしますので、制限台を使う場合はですね B 番台の方で遊んでいただけると、いいかなと思います。よろしくお願いします。ジャック王を使おう。ジャック王、時期尚早では慈悲なき刑事の行動も早い。エルフェルトがジャスティスと融合すれば全て終わりだ。もし巨人が負けたら、コメントの方に書いてください。勝った場合は書かなくて大丈夫です。マジック6が点灯するんでちょっとよろしくお願いします。6だよ、
さあ行きましょう。 A 漫才ドラチップゲノシン補助無金ファイアーベノムチーム 2P がファイアーベノム、1P がタロウ補助無金イグメイカセメイチームですね。カセさんのメイとファイアさんのベノム、あーベノムはもうちょっとねマジよくわかんないんですけども、攻め殺すしかないっていう感じですけども、攻められたらもう、あー祈りましょう。さあボックスが拾いやすい、足が高そう、まあ、そうですね、このメイの飛び込みがかなり飛び反対鋭く突き刺さりますので、上半身無敵というあのマイピーだとねちょっと落とせない時があったりしますね。ブレイブルーとかは属性の無敵だったかな、頭属性みたいな感じの属性があって、その属性の攻撃はもうその無敵だから当たらないという感じなんですけど、ユルティギアは上半身無敵となっておりまして、下半身に届けばその攻撃が届くといった感じになってますね。だからもうちゃんと歌わざわざ絶対勝てるっていうことですか。あと攻撃レベルの0っていうのも確かブレイブルーで俺は初めて見たかな。 1が普通だと思ったら0って何なのかつながんないじゃんと思ったんですけど、今回はねあのギルティギアも0、1、2、3、4という感じで、多分あのブレイブルーとかペルソナやってた人を意識したレベル表記になってるのかもしれませんね。オッケー、じゃあ F 戻すか、いや、やれるところはやってっか、端はやろう、 E は設定変えたいけど、初めはまだやろう、やれるとこ今ないの、オッケー、ジャンパイスラースティンガー M 飛んでシュッシュと弾作り、ショットショット、おお投げが決まる、金 S、 これバーストダメ、端ボールが跳ねて連続ヒット、これはまずい、足バレが投げ漏れの敗者のヒット、2系からいやらしい、 2S からカーカス、ジャン S から最後はなんだこれ、どっちだ、相打ちになってみな、ジャンプハイスラが刺さってましたね、勝ったのはファイアさんのベノム、君は悔しがるほどにその腕を連磨したのか、ランクアップ、 Here comes the daredevil。さあ二人目も出てくるのは、メイですね。ジグさんのメイ。ナインボールクリアなんてやばいよな、ね、超うぜえ M9 なんでお前振り向いてんだよ。さあカーガス S ストラグル、タシケからコパンコパン、足までヒット、さあジャンプ S S ハイダッシュからオーバーヘッドでない 2S と返してジャンプ B スタンプからダストアタックにし 2S が刺さってストラグル、ジャンハイからここは中央追いかけたい、刺したい、 P から足払い、結構長くなった S ハイスラッシュから投げに対してのスタンプですね、ちょっと怪しい距離をああやって上から飛んで反転の強いスタンプをぶつけに行くっていうのが P ガードショット強い戦法ですね。おおスリムだ、カッ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 、なるほどな、足払い画面足、あーストラグル降ってきた、ストラグル多段技以上、直前ガードすると投げができるような距離の時もありますし、なかなかねそういった距離は降ってこないですね。
はいはい、ヒットイルカ止めてよかった。ダイスから2K エンエス立ち合い、エンエスダッシュを止めて画面端に追い込んだ状態、ガンガン行きたいところ。あ、しかしパヤさんもゲージがないんであんま飛びたくない。ピンバースもガードされて前 K から、おっと前タッチ K から返して蹴らずに一つ残しておく。そしてジャンディ弾き、上から来るメイをまずは止めて、ジャンディが弾けたか、どこにボールがあるか分かんねえ。どうかしてた、それでもなかった、ないな、ないね、ボールっぽく見えたけどボールじゃなかった。ちょっとあのベノムのカラーがあのメインステージに飛び込みすぎてましたね今。まあ、ゼクスの時はね、あの夕焼けチップのステージでちょっと茶い赤いカラー の, あのチップを使って迷彩使うとマジ見えねえみたいな、そういったねあのステージによってカラーを選ぶみたいな読み合いもあったみたいですけども、まあイグザードではね完全に消え去りましたからね、恐ろしい迷彩だったあれは。いやあれは分かったよな。もう1年だったから言うけど、もう野良犬のあれなんだよね、ステージのあの透明になるんだけどキャラが被ると、その当時はそのステージの野良犬とかが自己主張激しくて、あの、隣の裏で何やったか分かんねえみたいなありましたね。さあ、バスピーから、キンエス、エンエス、キーと、画面端でね、アンジとか、シュッと振ってきて、アンジ下で何やってんだろうみたいなね、ライテンが見えない状態で、量産してるんでしょうね、多分ね。まあ、その当時やってなくてよかったなと思いますね、そういう話聞いてると多分ゲーム折れてたかも。さあゲノシューさんが、あはは、つながない。二度つかむアクロマさんのチーム勝利、おめでとうございます。なんかもう負け負けで言っちゃってもいいぐらいあるんじゃねえの今日、余裕があるんだったら。まぁ、あ、ちょっとその待ってみよう。あ、どこ、あ、ミルカイル、お任せしてるよ。さて、先に大将出てきたのは太郎ポチョムキン対ゲノチューポチョムキン、ポチョ同キャラ戦ですが、太郎さんはしっかりと高火力のコンボもできるんですけども、ゲノチューさんはどちらかというと謎の読み合いを制していくスタイルですね。その謎の読み合いというのがちょっとね、ポイントでして、なんか、それ必要ないよねみたいな、大石からの、当直はポチモスでキャンセルだみたいな、すごい、読み合いですね、ワールドです。おーっと、返して、歩いて、トリシューラース、おー、すげえ。おう、この読み合いはですね、完全にあのゲノチューさんが先に行ってるんでなかなかついてきませんね。早すぎるぞ。スライドヘッドが当たると ICBM で終了となります。 D 番台アツシチーム対エタローチーム ABCD でお願いします。 F 番台中山チーム対オルカチーム ABCDEF でお願いいたします。バースアタック。さあしかしそういった小細工は通用しない。ゲノチューポチョムキンが上から上からジャンプディ、あれですね、ジャンプディスカルとポチョムキンバスター飛んでくるって、ああマジかよ、すげえんだけど。どういう読み合い、ジャンディスカルとポチョムスのガイガンの暴れ通しの読み合いか。しかしポチョムキンバスター決まって、さあ中央でも拾えるポチョムキン、鉄、いや頑張れ。さあ前ハイスラギリギリ間に合って勝ったのはタローポチョムキン。外見をまねて。Here comes the daredevil. Who dares to enter the main? Chill out.
さあ、ドラチップ対タロウポチャムキン。さあ、いけるか。回せ回せって感じですね。さあ、ドラ先生久しぶりですね。昔中野 TR 映像でギリギリ一緒に頑張ってた時を思い出しますが、さあ、かなり性格も落ち着いて大人になったドラチップの動きをね、しっかり見たいと思います。さあ、アルファブレード、今回のアルファブレードなんと移動手無敵なんです。やばいっす。さあ、太郎さんもね、我慢強い我慢強い、別にチップには、体力減らされても気にしない、どうせ一発当てれば相手って寄るかもしれないしということで、まあ、全然体力差気にしてないでしょう。何か当てて殺す、それしか考えてないと思われます。さあ、空中のゲーム、まだまだ安い安いと、まあ、殺しにくさいで、ダースト痛い、やばいよこれ、やばい。いや、しかしバーストを打ったことによってダーストの感性消えましたね。これはある意味いいですね。2敗戦は、まあ、けどよくねえな、難しいな。さあ、空中のゲーム、ガンマブレードね、ここは一方の選手、ドロシップ。あ、本当だ、 BB プレイヤーだったんだ。さあ、ダッシュ投げ、迷彩、見えない、見えないけど、目は意味をなくしているので、まあ、とりあえず、ハイスラ振って、感触を確かめていくところですね。ビビビビ、K、K、B から、見えなければね、適当に技振ればいいんです。ははははは、やばい、もう一回、ベータブレード、ちょっと怖い。ああ、それタコスが弱くなっているぞ、大丈夫か。あ、これまずい、安い。あらら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 。さあ、試合が荒れている。あ、アダム B 番台変えた。はい、 B 番台ですが、初級者台、入門から3段ぐらいまでの初級者台を作りました。多分人数少ないんで、もう誰もやる人がいなければ通常台に戻してしまう可能性がありますので、初級者大会に参加した人としてはですね、ぜひ、ご利用ください。よろしくお願いいたします。ジャニーカウンター S、 はい、ここでバーストとジャンケー KKK から、あー怖い、こっちプレースあって有利かなと思いきや、なんかこう、あー回してるみたいなね、恐怖と戦わなきゃいけません。レーダーブレードからアシスシーワッショイケース、これは美味しい、ケース前スピードいい判断でしょ。くるくるくる、あーまずい、追いかけるよポチョロニー。上海危ない、ダースターとか漏れてしまったか。ここはバックステップ、足回りから手を出したら吹っ飛んでしまうので振り向くんですね、ブリッツはね、怖い。さあ、急所投げ、非常に素晴らしい急所投げ、おっと当たらない、投げてバーストですね。うわっ、ワンチャンス。さあさあ、無敵なアロブレード信用していく。あとは手裏剣投げるだけか。あとスライドヘッド、ベータブレードの読み合い、バーストアタックをバックスの攻撃に刺していく。ゲージはたまりません。あーと自殺か、いやまだ生きている。手裏剣は当たりたくない、当たると踏んでしまう。いや、あと一発か、残りタイムもまずいが、しっかりガード。あーと最後は手裏剣忍者らしく決めて、勝ったのはドロチップ、おめでとうございます。A 番台連戦、コロボックリ会チーム対ドラチップチーム、 A 番台で準決勝第1試合となります。よろしくお願いいたします。で、太郎チーム対ぶっぷんこチーム、 C 番台でお願いします。 C でいいよな、あ、 C じゃねえや、ごめん、 DDDDD E だ、どっちでもいい、 E 番台です。 ABCD E、 はい、あ、持ってってください、どんどん持ってって、はいはい、みんな持ってって、めっちゃあります、はいどうぞ、はい、食べたい人、コンソメ味、ついえた、しかし世間が安息を得る傍ら、はーい、持ってってね。あー疲れた。ホストさんに言われて気づいたけど、土曜日、日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、そして木曜日とね、
連続6日間大会やっててやばいっすね。全然言われるまで気づかなかったんです。気づいたらなんかどっと疲れ出てきましたね。きつい。しまんない、初中級者代制限代として開放いたします。どうぞ。愚直に特化させた長女にはもはや上限こそ打足だな。もう弱点を埋めようなどと考えないで。昨日ね、五右衛門やってたんだけどさ、五右衛門結構むずいね。本当に五右衛門2ですらもう1日で余裕クリアだわ、クリア余裕だわと思ったんだけどね、なかなかうまくいかないよ。やっぱ子供の時は時間があったから死にました。琉球リゾートでレベル上げます、ベストに最強装備で向かいますってやってたから結構クリア簡単だったんだけど、デフォ状態がね結構ねダメでしたね。お疲れさんがね動画見て笑ったわとか言って、マジうぜえわ、やらしてえわ、お前笑ってる場合じゃねえからみたいな。影がやばい、影はトラウマ。はい、A バトン、ドラーチップゲノシュープの時ファイヤーベノムチーム、先方はパン屋さんのベノム、対しまして、コロポックリ対シャチザトトリっぽいのラムルファルチームですね。で B 番台と C 番台は制限台として開票いたしました。 B 番台はね、まあ、上の方に書いてると思うんですけども、ちょっと修正まだ追いついてないので、養生テープの上から、制限台を書いておりますので、そちらの方ご確認ください。楽しみだよな。シャチさんが全部抜いてる、すげえ。エビスマルで今度サスケでクリアしたらエビスマルでやろうと思います。いや触りたくないけどね、エビスは。エビス、エビス、マシーンから8杯、3杯ユーモーからヒザエゲリさあ、ダウロ、中央に行ってしまった。ジャンハイスラー、非常に反転の強いジャンハイスラー、これに、まあ、いくらベノムのマイピーが強いと言われていようが、これは真下にいたら負けてしまいますね。基本的にちょっと、相手キャラと1キャラ分ぐらい離れた位置から6ピーを出すと勝てることが多いです。そうでない場合、上からかぶせられているときはね、ジャンプして空中ガードから直前ガードしてもいいでしょう。ジャンプハイスラーからはシルドでキャンセルしてくる場合があるんですが、シルドっていうのは中段ですね、ガタガタガタってですね。中段技は、着地するまで攻撃判定が出ないので、着地するまでに投げてあげれば、いい感じなので、じゃあジャンプハイスラーを空中でガードしたら投げ仕込みの禁煙するとか連打するとはあれかもしれませんね。PR だとね、バイケンが前ジャンプハイスラー畳み返しというか、アベルツーシみたいな、どうなってんだこれみたいな感じで思いましたけども、さすがにそれはないんで大丈夫です。そうです、まあ、どのキャラクターも金エス投げ仕込みが強かったりしますね。ベノの場合はドミンチャクなんで金エスが3段上までどん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 出るんで、シルド潰したらそれっぽいです。ソルとかだったら 8K ですかね。 8K が多分発生めちゃめちゃ早いんで、シルドくるくるっと回ってると蹴り上げてくれたりもします。シュッシュッシュッと完全にみかんだわ。こういう味の風船ガードが超好きだったわ。オレンジみかんだな。ジャンプリーヒット、画面中央落としてから、さあ天井使って NS ジャンディーはじき、はい、スラッシュすごいぞ。 NS カーカス、ハイスラは避けていく。さあくるくるくるっと回ってからの置き攻めはこっち、下段ガード NS 差し込んでいきますが、羽をね突破するのは難しいですよね。ジャンク触って中段攻撃打ち上げて、打ち上げて亀梨に、あ、これ当たるかな、当たってる。無重力って感じの打ち方して超笑う、うわあなたは弾道だけではなく私の進路も計算して
Here comes a daredevil. Who dares to enter the main? Ramadan versus Jump. Get ready to roll. さあ、先ほどすんごい読み合いを展開していたゲノチューコチョムニ、やばいぞこれは。ゲノチューさんが前へデコピン足払いからドアスポから逃げて足払い気持ちよくなっていく。前へデコピンヒート、相手の復帰を信頼してのヒートだと思われます。すごいよなこれ動きがやっぱ面白い、笑っちゃうんだよな。ふぅー、トリシューダー、おブリッツ最大ダメーダストで、ね、いいの飛んでった、はいスマッシュ、アクローマチーム対オルカチーム ABC D 番台でお願いいたします。 F 番台、ごめん F 番台でお願いします。さあ、うわー、ブズムキンバッサーからのジャンプ、ジャン、はい、金エス、円エス、足払いからジャンプ、タチケから足払いからの、おお、マイケーヒートか、なんだジャンフィーだ、トリシューラか、どっちだ、飛んできた、わかんねえ読めないんだよね、手の中さんは読めん。いや誰だってあそこで ICBM 取ってくると思わないじゃん。さあ、シャチさんのザトですね、現在、2回戦ですが6連勝ということはここまで 6立てですね。中堅のこのシャチさんが今まで全勝しているということですが、さあゲノチューさんならなんとかしてくれるか、そんな雰囲気が漂っております。ケツからのカスピー、しっかり直線ガードから、さあブリッツ、通って飛んでった、歩いて、さあここは伸びるが股間に噛みついていく SP、 これ嫌らしい、うまい、さあプレッシャーかけていく、画面足デコピン、なんだっけ当たっちゃった、やべえ、溜めなきゃみたいな感じの泳ぎでしたね多分ね。さあお前の動きすべて、なんでなんでって言っちまうよね、やっぱな、補聴器もストレートいいと思います。足払いから合わして、さあ現在6連勝中のシャチザトに対してプレッシャーを与え続けるのがこのゲーノチュー、わ危ない、ゆっくり死ぬか、画面外し、ああジャンディもう伸びる、ケツに噛まれて終わりそうな気がするが、どうする、ドリル、チョムキンバスターの音はね、あの膝崩れやられなので、駒投げ入ります。入るよね、入らなきゃやばいと思うけど、チャンス、さあ空中投げ、しっかりカット、前目がフィスト、下半身無敵、抜けていく、そして踏め、足上げたら、うわっと早かった、シュッと避けて、円安、そうですね、メガフィスト、ちょっとフリーフレームなんですけど、このあとバックステップを入力することによって、相手の暴れをね、透かしつつ返すことができますね、見れるかトリシューラー、見れるかヘブンリーといったところでしたが、ここは2敗者で返して、回る、おー、うまい、ダムドファング。1つ目は回れ、前傾、低いて、戻して、回れず、低いて、伸ばして、2杯、飛ぶしかない、さあ、立ち見で素早く切り、あー、文字でか、さあ、どうする、バースト、いや、ここは出さなくて、攻めていこう、すげえ、ジャンハイ、届いている。ABC D 番台、テルルチーム対エタロチーム ABC D 番台で準決勝第2試合の方をお願いいたします。
おーっと捉えた、画面足まずいぞ、飛んできた、ケツ、やめたからの空中足を合わせていく、メガフィストは出なかった、そして回るバースト、分身、今回からね、分身に当たるようになったね、これかなり大きい、メガではない、ノビール、シャンハイ、触って、エンゲス、おっと、ポジョムギンバスト、T で暴れているが、さあ、リターン、リターンとぶっ込んでいく。さあ伸びる、戻していた、ジャンプ D、カメハリ付きにならない場合はダウンとなります、影玉まり召喚ではなくそのまま攻めて、勝ったのはシャチザト。忠義を原動力とする君の貴様はどこに悩まれ、 Here comes the daredevil. Who dares to enter the mayhemはい、いきましょう、大将というのはドラチップ、さあ投げていく、ちょっとチップは起き上がりが遅いだったかな、キンエス、キンエス、前 P 足払いから、キンエス、足払いまで、基本的に弾道から攻めていくか選択をいたしましたが、届かなかったですね、空襲投げはちょっと間に合わない、キンエス、足払い、画面端付近で足払い、もしくは飛び込みが通って、ね、画面端まで吹っ飛ばされちゃいますと、かなり面倒くさい、さあ、このね、雑草戦だけがこのベータブレードが2台になってよかったなという瞬間でございます、全身壊すと本体に当てることができます。さあ三角飛びからの足払いでしたが有利フレーム振るせがなしデスタングル返して、まあ、手裏剣どっち飛びするか、ね、忘れちゃいましたが手裏剣がねこの分身を出すのにかなり有効です、おさ手裏剣の方がね性能悪いと思われがちなんですが、おさ手裏剣ね一人に残り続けるんですごい長いんですよね、落ちるまでだから高いところ投げてさらにその後チップ動けるんでかなりおさ手裏剣強いと思われます、さあ、切れ手裏剣から、さあ、バカフレード、ナチカ手裏剣、アルファ、ここは届かない、2P でしっかり反撃、シャツソフトが1本選手、さあ、分身系で、これね、寿司だ、PR だとカウントヒットで浮いてたんですけど、浮いてたらやばかったですね、さあ、召喚に合わせて、アイスラ転移で大きい攻め表キンエスダッシュ投げ、この、ダッシュ投げを見せることによって投げ暴れを誘ってキンエス絡みはかなり機能し始めるんじゃないかなという気がします、 PDD トリックがここでバスト、あと早すぎてちょっと当たってしまった、メーターブレードから2ハイスラ空中投げで捉えて大きい攻め迷彩かけてから手を出してしまった、ポコッとその場に落ちて体力リードはチップですが投げている、じゃあはい、キンエス、マイピーから、ちょっと、あれでしたね、足払いから KD アルファで多分殺せてた気がします。なかなかね、画面端に到達するか微妙な、距離ではありましたが。さあ、データブレード、画面端、端系から、ここは、ああそうですね、ジャンプ D だとちょっと高さが合ってなかったのでジャンプ K、ジャンプ D とかで自分を少し高めの仕掛けでは届いたと思われます、さあここは続いて続いて立ち手、立ち配すらヒットを奥攻め回るデッドアングルからロマンキャンセル立ちハイ続いて2ハイサラ、いやしかしこれは浮気されたが地上カウンターヒット、ここはもう無理でしたね、勝ったのはシャチザト、おめでとうございます、決勝進出、はい、じゃあですね本来負けトーナメントはエヴァンダイでやらないんですけども
ちょっと組み合わせ的に、今できないので、負けトーナメントの、準決勝の方を A 番台でやります。ぶっぷんこチーム対水瀬チーム A 番台です。さあ A 番内はですね、これに勝ちますと敗者の、敗者じゃね、3位決定戦に進みます。 A 番内、水瀬ジョニー、バコエルフェルとキュンさん、キュンミリアチーム、対戦相手はブッブンコミリア、ジューシマツ、ジョニー、フクアクセルチーム。ギルティーグリーン、Who dares to enter the mayhem? Miria Rick, Axel Lowe, Miria versus Axel. Get ready to it.さあ A 番内の方は3位決定戦に向けての、試合となります。水瀬ジョニー、バコエルフェルト、キュンミリアチーム、キュンミリア、第3位でブッブンコミリア、ジューシマツ、ジョニー、フクアクセルチーム、フクアクセルですね。さて、アクセル対ミリアとなっていますが、やはり、この形に持ってかれた時に弁天様はあるんですけどね、ガードされた時にしっかり攻撃されてしまいますので、ちょっと弁天様の使い方が難しい。さあロマンキャンセル、これはいい選択肢で S、 ハイスラッシュから落としてターンゲーム。さあ、アイアンセーバーですね、一瞬見せて中央の中を攻めていく感じですけども、ここはジャンプで回避、しかし足場に差し込み、タンデムはちょっと出ませんでしたね。ちょっとスライドタンデム難しいんですね。さあバーストを使って距離を取りつつ針を投げる、対空が強いアクセルですが、やられ判定も一緒に伸びてしまいますので、このようにやはりピッて投げられるとカウンターヒットしちゃうんですね。難しい。金曜日は昼間から置いてありますが、今日は祝日なのでちょっと俺が、忙しくて出れなかったのもあって今日は置いてませんでした。来週は置いてます。で SP、ES、差し込み、さあ神が現在ありましたが、2対2うますぎるが、ジャンエスなかなかない状況なだけにね、コンボを目指したんですね。さあ遠距離戦はやはりアクセル、これちょっとね、焦って空中ダッシュなどをしてしまいますと、アクセルの対空攻撃が刺さって大惨事ということもありますので、ダッシュホルト停止などをうまく使いつつ、触っていきたい。特に針がないときはね、重要ですね。さあ免許証を決めてタンデムから遠距離戦2杯、ジャンジー、エッシュ、ハウスラッシュ、ダメなし、タンデム、1K ガードよく見えている。しかしちょっとオクラスとタッシャイスラが暴れ潰しの形になってダメなし、テッドアングルを我慢しましたが、最後は着地投げ、勝ったのはキュンメリア。ミリア、ウィン、ウィン、ストレイト。Here comes a daredevil. Who dares to enter the mayhem?さあ出てくるのはジューシマス、ジョニー。最近は、よくジョニーの話を一緒にするんですけども、ジューシマスという名前が面白すぎても笑ってしまうんでやばいですね。さあ、ミリア対ジョニー、PR までこの、KDT ギアをやっていた人であるとあれば、すげえきつかった気がするんですけども、今回は結構地上牽制であれば、振り負けるってことがない気がします。ちゃんと、NS 立ち系とか、いろいろ、その状況で。答えがある、そんな感じがします。ジョニー対ミリア。前線とかの行動もすごい強かったんですけども、ジョニーがこのニュースが下に強いですし、2敗すらとか1点読みした時のね、リターンもすごい上がっているので、まあ、お互いに緊張感のある編成の合戦になってるんじゃないかなと思います。
さあ、ネズ、前蹴りから足払い、ここはタッチキューの足元の時は少しずつ足払いを差し込むことだし、画面中落としてタンクルから前蹴りに対してデッドタンクル、さあ、ダッシュを投げていく、オキゼムは2年生、前蹴り、タンクル、画面足、まあ、ゲージ 50% ありますが、差し込んでいきたいところ、両者最後はジャンプリー、このモーションね、悪くない三決なんで、オルカチームはちょっと待機しておいてください。さあ、前 K からタンデム K からユキガリ拾ってジャンプハイスが、おーとブリッコって最大ダメ、そしてユキゲームが足場で使って最初 ES 投げ仕込みでしたね。ジョニーのステップはですね、ステップ後半を通常技でキャンセルすることができるんですが、ちょっと早いと金の線になっちゃうんで、投げようとしてちょっと早いと技が漏れちゃうんで、前方向にボタンレバーを入れながらジョニーのサイスラッシュ同上昇すると、もし投げなくても今のようにガードとして割と問題ない金の線が出たりしたなとおすすめです。さあ、ガードに出てくると金の線ランピー、さあ、そのコンビが引いちゃうんですね。さあ、アダムイン、さあ、タンデム 2K から 2K、2X、2ハイスラ、これバースト戻ってきて、さあ、上段、これは飛び道具を貫通しますので、レベル1状態の時はガン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 針に合わせていきたいところですね。さあ、痛い、 NS、2ハイからのコイン、K、D かな、難しい。さあ、攻められると厳しい、ダメージがない、どうやっていくんですか、前転を選択、前 B から、さあ、2ハイスラ、うわ、おめえ、時間 SD から、さあ、ジョニーちょっとゲージはありますが、ガードしないとガーキャンはできません。頑張ってください、画面足。さあ、投げ、素晴らしい選択肢、投げには無力ですね。わあ、バトムからの立ち合いですが、足払い、キールキャンセル、一旦引く、針を回収、投げて 2S、 針当たっちゃうと拾われちゃうんですね。勝ったのはキュンミリア、おめでとうございます。レディーファーストを気取ったつもり。 Here comes a daredevil. Who dares? 現在ですね、 D バンダイ、 E バンダイ、 F バンダイ、中級者の人たちの制限帯を今開放しております。よろしくお願いします。あそこでやめました。なんかもう眠すぎて、なんかもうね、五右衛門ね、あれですよね、途中から なんでこれだるま出てくるのってマジ切れそうになってやってたんで、おかしいだろうって、呼び出すあれ見えるのかよと思って。はい、キュンさんのミリア対ブップンコさんのミリアですが、さあ、どうけらせん、ガンガン攻めていくのはブップンコミリア、画面端一気に決めて、まず一本選手、さあ、第2難度、うまい、前転から金ステーク、上にもシングル判定があるんで、前転とかダッシュとかで相手の吸収ラッシュを潜った後に金 S ってやると耐久になるみたいですね。2ハイスラ、NS2 ハイスラ、このバースを使って PPKP、ハイスラッシュを落として、大きい攻め、下段マイナスでバガードしたが、前 K がヒット、前 K から3点が出てきて、画面端、これはミスったか、足ハイスラー投げ余りが刺さって、そういう状態からボーンと吹っ飛ばして、体力リードは一本のみには無理しなくていいでしょう。前キー対空がこれ一瞬難しいですね、見せてしまった。バットルーン、これバソー、 DS2 杯、ジャンディー、少し高さがちょっと合わない、展開が早すぎてんでね、ベストな高さで拾うっていうのはなかなか難しい。ダーストアタックが置いてある、勝ったのは、ブップンコミリア、おめでとうございます。私がこの力を手に入れるために何をしたか知ってる、にわかに真似できた。じゃあちょっとこれ T シャツ脱ぐからアダム頼んでいい？ちょっと待って、 D バンダイと、違う、 AB、 D バンダイが EFG は設定変えました。中級者台の制限台となっておりますので、よろしくお願いします。 D はまだ、はい、1T 側ハネアエルフェルト、 2T 側ベトコミリアですね。
さあ開幕数秒で画面端ミリアの独断でしょうか。ロケ中断ケース D S ハイ画面端下段ガードロケ中断再びループに行って画面端バックステしたがここはそのまま殺しきる。まずは1本目バーベクトデテントミリアさあニエスからファインは黒いがそのまま行ってバーストを使う突き上げからバックステカルさあ立ち合いすらニエスからニエスじゃない助けからのニエス下段ガードそしてタメブリッツ端に押し返すラストガード飛んだところはジャンプピークテイク落として下段ガード中段ガードデジタリス飛ぼうとしたところに刺さるあのデジタリスさあここで中央に戻ることに成功したエルフェルトはジャンプピークテイクで抑えていくロケ中段DS はいここはツーループいって殺すかエメラルドレイン死ぬかこのままラストシェイカー勝ったのはブプンゴミリアはい、EFG バンダイすべて、のじわ設定の方を変えております、上の方に段位と連勝制限書いてありますので、そちら参考に、対戦してくださいよろしくお願いしますさあワンピガは大将の水瀬ジョニー妖怪すらここは素直にダストで崩してバースト使うジャンピングダイクまずは落として画面端下段アイアンセイバーさあこの攻めしのげるかバッドム中段から俺のなこれは飛んでいるタンデルトップが当たってバッドムここはタメブリッツまずは中央に押し戻す赤から殺し切っていく1本目ブープンコミリアさあまずはワンコインつけることには成功さあレベル2中段から投げうわ総裁ジャンピックタイク下段アイアンセーバーここはさすがにバーストした6系機関を2回4回ジャンプアイスラーさあ威力の高い単発技でダメージを取っていくがバーストジャンプ D か IH 取り返すミナセジョニー最初ラウンドダサーガードしてここはロケ地上ガードからこちらもダストで崩す DDDKP までロケここは投げていくカウンターしてるギリギリ繋がっていなかったかキャンから下段アイアンセーバー DS ハイ1回飛んでからのテイクダスジャンプ系これがわからないバースト金エスまで勝ったのはブッペンコミリアレディーファーストを気取ったつもりならそれは間違いはい、A 番台、中級大会決勝に移りますコロポックリさんのチームと太郎さんのチーム A 兄弟で決勝戦になりますはい、では ABCD 番台で3位決定戦を行います、ぶっぷんこさんのチームと、オルカさんのチーム、ABCD 番台で、3位決定戦になりますお願いしますD 番台を除いた大会台ですね A 番台と今のところですね A 番台と D 番台を除いた大会台は制限台となっております
大会に負けてしまった人もですね、制限台の方が用意してありますので、ぜひ制限台の方でね、同じくらいのレベルの人と対戦してください。どの筐体もですね、3連勝制限から5連勝制限となっておりますので、強い人が無双するということはなくなっていると思いますので、ぜひ制限台の方、利用しちゃってください。はい、じゃあそれでは A 番台では決勝戦です。はい、それでは決勝戦になります。今日で連休も最後ですね。あ、はい、こちらにあのベビースターラーメンのコンソメ味、まだ、もらってない人いらっしゃいましたら、いっぱいあるのでどうぞもらってください。あとこちらホッサさんのお土産と、誰だっけ、七味さんの、お土産2つ置いてあります。こちらも大会参加者どうぞ、お申し上げください。さあ、決勝戦、ワンピ側コロコックリ対、シャチザと、トリッポイのラムレザルのチーム戦法。トリッポイのラムレザル対するツーピー側はエタローシン、七味メイ、高橋ラムレザルのチーム戦法。高橋ラムレザル同キャラ戦、緑色の方がトリッポイのラムレザル、オレンジ色の方が高橋ラムレザルですね。さあタオルからタスピーコンビネーション、画面端を落としていくのは高橋ラムレザル、上の体験からなんとか端を逃げたいトルコのラムレザル。ここは下段から中段ガード滑り込んでいく。どういうことだ、助けが当たってるか。タイルグリードは高橋ラムレザル、ちょっとダウル突っ込みに行くが垂直ジャンプからのジャンケン。体験が2つ、まず設置されているのはトリッポイのラムレザル、端に追い込んでいく。下段タスピー 6K を割っていく。しかし体力差がまだ開いてるが、ここはタッチピーが当たる。まず1本目高橋ラムレザルジャンペース、相打ちからお互い復帰は同時、ジャンケー差し込んでいく。バーストはトリッポイのラムレザル、2S2 ハイガードから位置が入れ替わっている。中段ガード助けて返していく。さあ総裁から延々とコパンか。さあ逃げるが、ここは再び裏に待ってる。中段ガード紫から逆に行く、端取っている。中段バースト、さて中段から崩して端に押し込んでいく高橋ラムレザル。中段ガード位置が入れ替わる。ジャンプ系離れて滑り込んで押し込んで、赤から攻め継続のバスを空対空引っ掛けていく。上ジャンプ D でまずは距離を離して体験が当たる。さてジャンプ D は繋がらないが、残りドットのトリッポイのラムレザルが引っ掛けていく。バーストを使う、お互い走るが追いつき始めている。ジャンプ K だね、ジャンプ K 引っ掛けてギリギリの戦い制したのは高橋ラムレザル。まずは先方戦勝利。さあ 2P 側中堅にシャチザト、ザトラムレザル、開幕エースガードからジャンパイスラ降りてきてタッチピーが当たる。滑り込んでバーストを使う。まずはエディ召喚抑えていくが、ここは逆に逃げる。飛脚からテイクダッシュ、そして裏の下段を取ってジャンケーから中段、最終段が当たってるか。タッチピー
HKDK テイクダッシュで攻めていって、ここはバースト打つ、エンエスカウンター取り込む。しかし体力差が結構ある、滑り込んでタツピーの暴れをくぐっていく。一歩目ダガスラムレザル K ハイ D、 まずはテイクダッシュ、伸びるカウンター、 K ハイ D、 ジャンパーインサラで降りては来るが、そこはブンデが収納している。2敗サラノーマルヒット。さてタツピーで返したが、再びエディショーガンから2敗伸びるジャンプ D、 ダムでは遠い中段バスケから浮かせて、もう一回拾って体験が当たる、テイクダッシュ、かがみ突っ込んでいく、伸びるジャンプ D、 ここは黒田がそのまま殺し切っていく、取り返すシャチザト最初ラウンド。さあ分担は消している、お互い空中ですれ違って、ここはテイクダッシュ先に通したのはラムレザル、端追い込んでいく、中段ガード、中段ガードジャンペースを当てて、分隊召喚から走ってきた、 K ハイ D、 体力追い越す、 2S で潰してはいたが、ジャンプ系空対空、キャンから空中投げ、さあ体験発生が当たるが、ジャンプ系中段カウンターしてダメージを稼ぐ、ジャンプリーテイクダッシュからのジャンプリー、勝ったのはシャジザト。君はそう Here comes the daredevil. Who dares? さあこれで中堅戦、スピガは出てくるのが七味メイ、ザトメイ、まずはエディ召喚、イエスカウンター、押し込んでいくジャンペス、さあ2敗のグリジャンプリーから中央に逃げるメイ、続く伸びるカウンターが、しかし物体は消えている、バーストが2敗から近隣戦に対してバースト、ジャンプ D は届かない、5番からガードから見る、ここは 6P 暴れ潰しが 2P に負ける、ミス出したい、ドリルが遠いが通常投げ、さあここは分隊の続くと裏から本体が攻撃してくる、1本目シャチザト走る、暴れ潰しの2敗か、2敗すら投げれない、位置が入れ替わる、2敗すら続くから黒田が拾っていく、いいダメージ、中央に戻る、後半からボール、下段から足払いに当たってボールつないでバースト、そして受け身から空中投げ、バック線引っかかってしまう、 2S ドリル伸びるバースト、勝ったのはシャチザト。君の視点が大変だ。ザトランテ vs ソウ。Here comes the daredevil。さ、ツーピー側大将エダロシン。ザトランテ vs シン。Get ready to roll。さあまずは NSD から飛ぼうとしたが、ここは空対空の方が早かった、 2K で決して、ここは 2S カウンターからのドリル投げ総裁、 2S から B 行く、 L 行く、飯食って B 行く、飛んできてジャンプリーカウンターバースト、さあ伸びて前受け身からブルバッシュガード、ジャンプ系が当たらないが、ジャンプリーまで
体力ほぼ同等。ビークドライバー、まずはここでゲージ回復からビークは潰される。さあフォークを潜るでかわす。ジャンケからバーストでしのぐ。体力が若干エリーじゃねえザトユリ投げてるマシン。沖爪が走って投げてまだ残ってコーパン。まず1本目エタロシン、さあ着地しゃがみ待ちからコパンを刺して何を潰したんだ今。ミエスからここは分体消して 6P は地上ガード。ビークドライバーコパンから 3K ガード。さあビークはお互いカウンター飯食ったところに手を出して飛んできて回るがしゃがみカウンター挟んでいく。赤からプレッシャーをかけていく。何潰した。ジャンプ系から画面端しのげるかバースト伸びる召喚影だまりからそのままコンボ決めて取り返す。シャチザト最初ラウンド6ピタイク。まずは立ち杯6杯バースト直はフォークエルクからエルクじゃねえやブルバスビークドライバー減りすぎじゃねえ。エルフカウンタービークからのライドザライトニングピヨって、あとはそのまま2敗すらかな。2敗すらだね。勝ったのはエタロシン。さあ大将戦 1P 側大将コロボックリ会カイ対シン。まずは飛んで位置を入れ替えるジャンパイスラー、テイクダッシュジャンパイスラーで突っ込んでいく。グラインドを生成したらバースト、相打ちジャンパイスラー。さあビークドライバー差し込んでいく。一旦離れて様子を伺うシン。グランダルチャージを打って牽制していく回。ビークドライバーブルバッシュ、ブルバッシュ、ね、エルクからブルバッシュが当たる。じわじわとか体力削られているシン。 KSS ハイベイバースラスト残り1割。ブリッジチャージで逃げていく。ジャンプリーからロック系に当たる。さあまずは1本目取ってるのはコロボックリ回。ジャンプリーに突っ込んでしまう。エルクでチャージを抜けていく。ためビーク一旦回復して、さあブルバッシュのところにスタンディッパーが飛んでくる。読んでいたか。ガードを固める。ダーストガード2敗すら取り込むすが体力差が結構ついている。立ち配スプリットしている。赤から受け身を取る。残り1割。ジャンパイスラー勝ったのはコロポックリ会。本日の中級大会優勝はコロポックリ会、シャチザトとリッポイのラムレザルになります。おめでとうございます。基本ができてない。ソルは一体何を教えていたんだ。もっともその潜在能力。はい、では本日の初中級大会は、この辺で終了になります。B 筐体なんですが、今のところ誰も使ってないようなので、このところ普通の対戦台に戻したいと思います。
で影響体はいつも通り、制限なし、連勝制限もなしの普通の対戦台となりますのでよろしくお願いいたします。それでは皆様お疲れ様でした。あ、こちらカウンターの方にベビースターラーメンのコンソメ味 と、ホストさんからのお土産と、シミさんからのお土産、多数、届いております。まだ食べてないという人どうぞお召し上がりください。おい、まさに手を抜かなかっただろうな。カイルーゼンズ、これが俺の新必殺技ドメスティックブリザードだ。B 番内ちょっとね今日初級者の幅が広く取ってあるのもありまして、まあ、B 番内でしか、あ、 C 番内でもね初級者の方と対戦しますので B 番内は通常台として、開放いたしますので、よろしくお願いいたします。 A 番内も通常台です。B 番内は通常台となっていますので多分よろしくお願いします。
Look at me!